カナダ連邦裁判所は1月19日、移民申請を拒否された中国人2人の上訴を却下しました。理由は、申請者がスパイ活動を行う中共のある組織の元職員だったためだとしています。これによって、2人は今後カナダの永住権の取得ができなくなりました。カナダ裁判所が中共のスパイ活動に対して公に態度を表明したのは今回が初めてです。判決によるとこの組織は海外の華僑コミュニティを対象に秘密工作と情報収集を行っていたといいます。問題の組織は国務院教務弁公室と呼ばれる組織で中国共産党の統一戦線部の一部で中共の影響力を海外に拡大するための機関です。カナダ連邦裁判所のバネーサ・ロチェスター判事の判決書によると中共の国務院教務弁公室に20年近く勤めていた張優とその妻は、カナダ籍を取得済みの娘の保証の下で、カナダの永住権を申請していました。しかし、張優が国務院教務弁公室の元職員であることを理由に、カナダの移民担当者が昨年、2人の移民申請を却下しました。2人が移民のための審査を申請したのがきっかけで、今回の判決に至りました。ロチェスター判事は、移民審査官は信じるに足りる合理的な理由により、中共国務院教務弁公室がカナダの国益に反するスパイ活動に従事したと判断したと判決書に記しています。統一戦線部は、海外での中共の影響力を拡大するための機関で、中共にとって重要な部門です。統一戦線部は、中国共産党の影響力を海外で推進するための何千ものグループを調整する役割も担っています。また、西側の政治家やビジネスリーダーをターゲットにし、中共に有利になるよう揺さぶりをかけたりもします。元中北京外交官でマクドナルド・ローリエ研究所上級研究員のチャールズ・バートン氏は大変嬉しい判決だと述べ、海外当局が中国の謀略機関を白日の下に引きずり出すことは滅多にないと指摘しました。バートン氏はまた今回の判決が素晴らしい前例になることを期待すると述べました。NTD ジャパンがお伝えしました。